二商店。いや、あれ、私ちょっとちゃんと払うから注文していいですか。私何気に好きなのがこのホワイトチョコレートケーキが好きなんですよね。あ、な、切れてる。いやいやもう本当うまいね、本当。もうそうやってありがとうございます。もうすぐ出させていただきます。美味しいんだよね。ケーキも2種類しかありません。色でいうと白と黒のケーキで、ブランディーチョコレートケーキとホワイトチョコレートケーキ。神川さんカメラ撮ってるからあんまり飲めなくて残念。私いっぱい飲んじゃうよ。どっち好き、神川さん、どっち好み。こっちかな。あ、そうなんだ、スタンダードな方なんだ。へえ。私ここで飲み比べってしたことないね。いつも来てなんか適当に。あ、そうですね。あれですね、コーヒーも本当奥が深いですよね。そうなんですよ、こだわりなさい、キリがない。そうなんです、こだわるとキリがないです。今これは、はい、ホワイトチョコレートケーキですね。はい、チョコレートケーキなんですけども、うちは大人の方用の味付けにしてあります。はい、これはどこのケーキとかか。あ、ごめんなさい、これはですね、はい、ケーキ屋さんにお願いしてます。アウト、はい、なんとかっていう送信送信、はい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 、で、オレンジリキュールが入っています。香りがいい。どこのケーキ屋さん、この辺の。これ、青葉台の方にもう長くやってらっしゃる、その先代のご主人がこのホワイトチョコレートケーキで、ちょっと店を大きくしたという。へ、ただこれは美味しいです、本当に。ケーキ屋さんの名前言っといた方がいいです。ドッグ&キャッツさんです。ドッグ&キャッツ、はい、これドッグ&キャッツさんのなんだ、はい、知らなかった。へえ。でもう一つ、今これブランディーケーキ、はい、ついでに出しちゃいましょう、はい、ね、チョコレートブランディーケーキ、両方ね、お酒が効いてるんでね、はい、これも結構美味しいと思います。今切りますからね、はい、ちょっとお待ちください。はい、食べ比べを、はい、食べ比べ、ラッキーですね、初めての今日あれですから。そうですね、やっぱり最初のケーキが美味しいでしょ。美味しいですね。味変わるんですか。いや、変わると思うよ、きっと。スポンジのところがやっぱり滑らかさが違いますから。うん、で、男の方はね、ケーキ屋さんでケーキを買うっていうのはちょっとあれですけども、喫茶店でケーキ食べる分にはあんまりこう恥ずかしさがないじゃないですか。結構名古屋なんかで見る風景が、営業の人が大きなケーキを2人でついてるね。ここでもそういうことってあるんですか。サラリーマンの人が昼間ケーキを食べてたりとか。まあ、一人でこっそり食べてますけど二人でつっつくってことはないですけど。あれはやっぱりね、あれは名古屋の景色だよね。はい、はい、じゃあケーキはちょっと召し上がってみてください。そうですね、美味しいと思います。また私から食べちゃっていいんですか。はい、私美味しいことよく知ってますけど、でも、はい、でも解説しながら、はい、じゃあ白からいっちゃうかな。はい、行ってまいります。はい、はい、美味しいんだよねこれ。そう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 、美味しいです。でもね、香りがね、うん、いいんだよ。なんかね、ちょっと予想外の香りなんですね、これ。うん、普通 あのホワイトチョコレートのよりも滑らかなんです。そう、うん。ホワイトチョコを予測してたらちょっと違うんですよね。うんうん、そうですね、うん。あれ、柑橘系の香りがする、なんでみたいな。そう、そうなんですよ。それはオレンジリキュールね、オレンジリキュールだね。そう。でね、このね、ふわっとしてるというかしっとりしてるのね。そうなんですよ。うん、だから食べ手があるんですよ、うん、割と。なるほど。うん、とコーヒーにとっても合うしね。はい。うん、ケーキセット850円になります。はい、はい、はい、じゃあこれ、チョコ、チョコいってみましょうかね。はい、チョコレート、はい、いきまーす。はーい、いきまーす。そうなんです。こっちのがね、やっぱ濃厚なんだよね。ブランディーが入ってますからね、うん、そうそうそう、そうですね、やっぱりチョコっぽいっていうか、うんうん、そうですね、うん、多分ね、男の人だとね、こっちの方が好むんじゃないかな。そうです ね、ホワイトはやっぱり女性が結構好まれますね、うんうんうん、
あのね、なんとかカカオの香りとかがね、ふわっとするんでね、はい、こっちの方が、うんうん、で、あのこちらはホワイトチョコっていうか生クリームとリキュールみたいな感じ、うんうん、で、チョコっぽいのが好きな人はやっぱりこの茶色い方をおすすめっていう感じですね、うん、どっちにしてもね、あのちびっ子が好きな味というよりはちょっと大人の男女がやっぱ大人向けのお店だから、大人向け嬉しいですね、そう言っていただけると本当にでもちびっ子もね好きだと思う。でもこのお店ちびっ子入んねんだもん、ね、そうなんです、ごめんなさいね。そこがほら誰もが来れるわけじゃないってのがいいでしょ、ね、ほら来たらやっぱりゆっくりしたい時に赤ちゃんが泣いてたりとかするとね、ほっとできない時とかあるじゃないですか、うん、そういうお店はそういうお店であっていいと思うんだけど、やっぱり静かにしたい人っていうののために、あるお店っていうのも残しておいていいと思いますよね。ありがとうございます、ね、子供のためばっかりに文化が回ってるわけじゃないから、大人文化っていうのはやっぱ大事にした方がいいと私は思います。子供は子供の世界に行ってくれた方がいいです、うんうん、大人の世界にあんまり連れてこない。そう、いいんですか、はいはい、どうぞ。ちょっと食べたいでしょ、神川さんも、はい、どうしますか、はい、これ私ばっかり食べてもゆだれ出てる、あ、ゆだれ出てますよ私もいただきます、いってください、何しろ落ちますから、はい、もうとりあえずガバッといってください。じゃあこっちのコーヒーもらっとくかな、はい、食べてる食べてる、あ、美味しいですね。僕あの酒を飲まないんですけど、あ、これだけで酔っ払ったりして倒れたりしないでくださいよ、仕事の。で、甘党なんですよ、やっぱり。あ、じゃあ私と同じじゃないですか。はい、私もね、おしるこぜんざい党なんですよ。ええ、もう、あの、夜は必ず夕飯の後にアイスクリーム食べますから、毎日、はい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 、毎日アイスクリーム、そんな感じですよ、僕も、ええ、カステラ1本食うとか、そんな感じですよ。うわー、そう、どんな途中でやめられないんですよね。そうです ね最後までいかないと、うん、ダメな人たち、ちゃんとこれは片付けようか責任感を持って美味しいですね。美味しいでしょ、うん、これまたコーヒーと合うから、これで食べて、うん、コーヒー飲んで食べてみたいなことするとね、はい、幸せなんですよ、はい、こっちの方が好きでしょ、どう、うん、いや、どっちもいける、どっちも好きですね、うん、甘いものは甘いも目がない、はい、よかった、それは私も食べちゃおう。ね、視聴者さんを視聴者さんだって食べに来てくださいね、はいはい、私がこれは全部いただきますから、ね、はい、これがね、いいんですよ、うん、おいしい。このケーキ屋さんの方は普通にその一般販売もしてるんですか。やってます。このケーキを売ってる、もう、はい、売ってます、はい、このケーキもいっぱいこう、最近はですね、パンの方にも力を入れるように、へえー、朝7時からパンを作って、手作りパンをやってますね、はい、前ドッグ&ギャットってそこに出てましたけど、ね、でもクローズしちゃいましたよね、うん、もうすぐやめちゃいましたけれども、うん、あとはあのケーキの他にもサイドメニューのパンもございますので、一つよろしくお願いいたします。あ、こちらですか、はい、はい、パンはどういったパンがあるんですか。まあ、トーストはありますよね。トーストありますでしょ、はいはい、あともうあのオーソドックスな昔ながらのミックスサンドですよね。ああ、はいはいはい、あとはもう開店以来 あのクロックムッシュ。私それ好き、クロックムッシュがね。クロックムッシュって、はい、構えます。写真ってあります。あのね3種類のチーズを使って、はい、まあ、焼いた焼きサンドなんですけどね。あ、このね、美味しい、ちゃんとね、ほんと縁まであるのね、チーズが一番縁まであるって、はい、うん、でクロックムッシュも結構なんだ出してるお店とかもあるけど、ここのクロックムッシュ美味しい。ここはやっぱりあのチーズを3種類を使うっていうことで、写真じゃないんですけどね、こういうようなやつなんですね。まあ、あのホームページの方からちょっと見ていただいてもいいんですけれども、こういうような開店以来の人気商品、チーズ風焼きサンド。なるほど。じゃじゃん、580円、ちょっと安すぎるよって皆さんにおっしゃられて、いただいてます。シナモントーストかなんですね。あ、シナモントーストも結構一度食べると、うん、皆さんちょっと癖になるみたいですね、うんうん、で生クリームをちょっとつけていただいて召し上がっていただくとより美味しいみたいですね。なるほど。はい、シナモンたっぷりなんだよね。でシナモンって体にいいしね、とってもで気持ちを沈める効果があるんだよね。イライラしてる人とかいいんだよね食べに来たら、うん、マスターの小話を聞きながらね。いやいや小話って言うから演芸場だダジャレ演芸場だもう本当にだからシナモンとして食べるとイライラも収まって帰れるかなって。
まあ、いろいろメニューありますので、あのホームページの方から見ていただいて、はい、そうですね、ぜひ、そう、ホームページにいろいろ詳細、ね、地図も載ってるし、そうですね、はい、今ちょっと更新しますのでまた、はい、藤丸さん今忙しいんですか？うん、おかげさんでかなり忙しいですね。 あの、あちこち、はい、全国あちこち、昨日もあの九州の小倉から帰ってきたんですけどね。ここでじゃあ藤丸さんの告知コーナー、告知コーナー、じゃあ今日は、ね、藤丸さんの、はい、個人紹介はあの初めの自己紹介だけじゃないですか。そうですね。普段は何してる人ですか？普段は、はい、歌いながら似顔絵を描くのを生業としておりますが、はい、前にねマスターね、は、はい、はい、私ここのお店でライブやらせていただいたときは歌だけだったんですけど、うん、通常は墨で歌いながら絵を描くこともやってるんですよ。一番初めは、はい、あのゲストとして、はいはい、あのテクテク TV はですね、そのハーモニカの世界チャンピオンの方と、はい、それから似顔絵エンターテインメントの藤丸さんと、はい、あと食育の専門家の方と、そうです、3人でトークゲストをしたんですけど、はいはい、その時にもあの即興で僕の似顔絵を、そうです、適当な絵を描く、適当なものを描きましたけども、はい、マスターはね、はい、私がその描いてたお店にバーみたいなところにお客さんで来てくださったんです、はい、だからあ、なかなか描く機会がないからマスター引っ張り上げて描いちゃえって言って、はい、描いた時のその絵がこちら。えらいでかいですね。じゃん、こういう感じですね。なるほど。え、これを5分で描いちゃうという、すごいですよね。5分で描いちゃったんですから。だから藤丸さん、こうなんか歌を歌いながらこうみんなの前でこうどんどん描いていくっていう感じの、まあ、似顔絵エンターテイナーですよ。そうです、そうです、はいはいはい、これ相当お笑い系になってますけども、はいはい、こう人の心を描きますからね。なるほど。というかキャラクターをちょっとデフォルメしてね、これをですから私は、はい、携帯の待ち受け画面にしてありがとうございます。これ相当5分ってのは忙しいですよね。バーッと書いて帰ってくる。そうですね、うん、まあでもあの仕事ですから。雰囲気でしょ、こう大道芸的な雰囲気で。そうですね、うん、似顔絵を描いてみんなをこう楽しませるみたいな感じですよね。大道芸って道では、まあ、正確にはほとんどやらないんですけど、うん、まあ、道を使った、うん、あの例えばデパートさんの前でやるイベントとかね、うん、そういうの出てまして、はいはいはい、近いところでは東京では自由が丘とかに10月10日かな、自由が丘の、はい、女神祭りに出ます、はい、8日は徳島だ、9日が町田ですね、はい、あとちょっと全国最高10月、11月は地方が多いんです、ごめんなさい。な、まあ、徳島とかホームページがある。はい、ここをご覧ください、はい、ホームページ、はい、藤丸さんで検索できます、はいはい、そしてライブもね、はい、多分今のところだと11月末か12月あたりぐらいにうちのお店で、はい、はい、そうですね、前回あのここで取材させてもらいましたけど、はい、その時はあのなんですか、アコーディオンっていう、そうです、アコーディオニストと、はい、の方の演奏、はい、伊藤千佳子さんと歌あり、はい、とあとはパントマイマーとか、ね、はい、クラウン、はい、ピエロさんですね、と来たんですけど、はい、今度はギターと2人で、はい、ジャズ、今度は何なんですか、そのジャズライブですね、基本的には、はい、本当に似顔絵しないですね、多分ね。ちょっとまだ決めてないですね。それは私のホームページでも出しますし、お店の方でも告知を、はい、まあ、その前に普通にコーヒー飲んだりとか、そうですね、でコーヒー来てください、そういうイベントごともたまにやっていると、はい、そうです、いいですね、はい、はい、はい、まあ、マスターのこの小話を聞きにいらっしゃる。こういうあのこういう芸人さんがいて、うん、こういうお店に来ていただけるだけでも嬉しいですよね。うん、あれなんですよね、夜は割と早く閉めちゃうんですよね。そうなんです。行っとかないと、行っとかないと。そう、もう5時半あのオーダーストップで6時で閉めちゃうもんですから。まあダンスやだよ。朝ね、10時からモーニングね、ほら、はい、10時から11時半でこれ10時にオープンしてるので、うん、割とね朝爽やかな気持ちで皆さん来ていただけるのがベストかな、はい、夜 寝ちゃうんですよね、朝食べてね。そうなんです。早めに帰ってアイスクリーム食べております。ライブの日は遅くまでやってます。はい、はい、はいはい、じゃあちょっとお店で全体 の、はい、あの内装というんですか、はい、そういうのをちょっと紹介してほしい。はいはい、ということで、はい、ここまあ入り口でここらこう、はい、こんにちは、入ってきますので、はい、入って、はい、右手がちょっと個室みたいになってますね。そうですね、あの仲のいい2人が
ちょっとラブラブに話をするにはもってこいの場所という。そうですね、ちょうどこうやって窓際なんてこう表が見えて、はい、こう表は見えるけど表からは案外見えないんだよね、はい、これだから秘密の隠れが。そうですね、そういうことですね。合いびきにはぴったり、はい、言葉が古いな、合いびきってそういうような場所ですね。そういう場所ですよね、はい、はい、で、ちょっとカメラ右の方へ回していただくと、はい、この時計、はい、この時計は私の母親の嫁入り道具の、はい、私が知っている限りではもう65年は経ってます。なるほど。私がちっちゃい頃にネジを巻いてましたから、あの踏み台の上にまたがってこうやってゼンマイを巻いて、じゃあこれ今もゼンマイ、そうそう、ゼンマイ時計。そうなんです。今ちょっと休憩してますけども、はい、あの止まっちゃってますけども、はいはい、普段は動いております。はい、はい、そうなんですね。でまた右の方へ行きますと、はい、藤丸さん家の、その事務所のスタッフの優秀なデザイナーが、優秀なデザイナー兼イラストレーター、イラストレーターが、はい、アンティーモモというのがおりまして、はい、その方が、あのちょっとあの前のお店の時に手伝っていただいた時に、うん、こういうのを作っていただいて捨てるのもったいない。これはこれ、ね、何なんですか。これあの要はポスターではないですよね。ドングルス、あのプリントをするためのね、はいはい、あの版なんですよね。元版、元版、はいはい、紙なんです。そうそうそう、うん、紙を切り抜いて、うん、その白抜きになってる文字の部分、そこにインクを乗せて、うん、例えば布だとか、はいはいはい、そのものにいくつか同じようなデザイン、全く同じものをね増産するために。なるほど。その元の版ですね、うん、でこれ捨てるのもったいないですから、うん、額に入れればもうアートになっちまう。そうですね、ええ、でこれともう一つ向こうにもあるのを、そのデザイナーさんがやってくれて。なるほど。以前メトロカフェっていうのをやってた時のものなんですね、はいはい、デザインしてくれたやつなんですね。なるほど。素晴らしいデザイナーさん、デザイナーさん。ありがとうございます、はい、ちょっと噛んじゃいけないけどでこちらが、昔使ってたロールカーテン、はい、ロールカーテンが汚くなって捨てるのもったいないからこれもちょん切って、額に入れたらアートになっちまうだ。これシンボルマークみたいにホームページにも載っかってますよね。あ、これあのそうです、あの、うん、うちの商標登録してある。あ、そうなんですか。はい、この文字もこのね、機体もカイビアンさんの、これはもったいないから切り取って額に入れてアートにしちゃったということですね、はい、そんなもんなんです、はい、というような感じで、まあ、うちのお店が、はい、ということですね。まあ、あのボックス席というか、はい、席と、はい、あとはカウンターが。そうですね。はい、カウンター席。こじんまりしててね、ちょうどいいんですよね。まあ、だら広くないし、ね、ちっこすぎないし。で、マスターと喋りたい人はカウンター来るんでしょ。そうなんです。そう。いや、わかっちゃいます。いつまでもカウンターにいるお客さん。ね、困っちゃうんですけどね。どうぞ、べっぴんさんの藤丸さんと一緒にこう。はい、私はいつもいるわけではございませんけども、はい、呼びつけて、おごってくれるなら OK よ。どんな安いんですか、私ちょっと。コーヒー一杯飛んでくる。ケーキ好きならいいかも。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございます。はい、ぜひあのカルビアンに取材に来ました。またぜひ、はい、はい、コーヒーを飲みに来てください、はい、ですね。そうですね。はい、来てください。いっぱい来てください。ケーキを食べに。はい。でたまにイベントもあるのでイベントもぜひって感じ。そうですね。はい。藤丸さんのイベントありますので、そうですね。はい、秋にはやりますので、はい、ぜひ皆さん来ていただいて。またぜひあのイベントの方も取材したいと思いますので、ぜひぜひお願いします、はい。イベントがない時もマスターの小話が聞けます。いやいや。ダジャレ満載でございます。ありがとうございます。はい、というわけで今日はじゃあ熱海野のカフェビアンにやってまいりました。どうもありがとうございました。さよなら。